皆さんこんこにちは、えー、今回は「金世」ですねの、まあ、最初のテスト回ということでテッポでないそれからキリスト教伝来この辺りのところ実際に問題やっていくことにしましょう。はい、それではヨーロッパ人の来航四角の一番から見ていきます。ありますえー、鉄砲はあ陣を乗せた中国船が 1543年に「い」に漂着したことによる日本に伝わったまあ中国船って書いてありますから何とか事故中国人が乗ってるのは当たり前だなぁなんて思いながら中国人以外のそうポルトガル人ですねを乗せた船がやってきたそしてどこにやってきましたか漢字感じでしたね。種ヶ島これをちゃんと書けるように大隅のののの国種ヶ島島島鹿児南長ですよねこれが種子島ということになります。これが何年 千五百四十三年、十六世紀、思い出してみてください。はい、続いて括弧の二番ですね。千五百四十九年、こっちはキリスト教の年の年だった。なんとかという会派に属するスペイン人、誰誰が鹿児島に上陸した。キリスト教を伝えた。そう、まず伝えた人はザビエル。 そして何という会派だったというとイーズスカカトリック急きですねのイーズスカスペイン人のフランシスコ・ザビエル、まあ、ザビエルだけでもいんですけどが鹿児島にやってきた鹿児島にやってきたでその後日本に訪れた宣教師のうちねポルトガルの誰々信長秀吉と親交が深かったとありますからこれがルイス・フロイスポルトガル人はもう一人 ガスパル・ビレラなんて出てきましたがここでは信長秀吉とも親交が深いとあるのでルイス・フロイスもちろんフロイスだけでも構いませんこれが出てくるということになります。はい、では括弧の3番続いていきましょう。 大名がキリスト教に入信しあ、大名になることもあった <laughs> そのままですけどね大名がキリスト教の洗礼を受けるとなんとか大名まあなんとか大名とありますからキリシタン大名ということでいいんじゃないかなと思いますその中でもそのキリシタン大名の中でも大友の義主も大友宗理らは五百八十二年バリニャーニの勧めでなんとかと呼ばれる四人の少年施をローマに派遣したうんアレクサンドラバリニャーニの勧めでこれ天聖嫌王施設ですね、えー、この四人の少年施をローマに派遣したというところにあります 中心がイタリア人バリナーニだったいうのも押さえてもらえながら、ヨーロッパに4人の少年が行って帰ってくる。それを派遣した大名が大友義重。他に2人いましたね。有馬晴信、それから大村住忠。有馬晴信と大村住忠は、比前長崎県。それから大友宗麟は、大友義重は、大分県、文後の国の大名でした。 はいそれでは資格の2番ね一問一答形式も見ていきましょうまいります、えー。ポルトガルやスペインイスパニアについて次の問いに答えなさい。えー、ポルトガルやスペインなどが貿易キリスト教不教のために世界各地に進出15世紀から16世紀にかけての時代、まあ、世界史的な言い方ですけれどもねこれを大航海時代なんて言いましたそんな大航海時代の中日本にやってくるわけですけどポルトガル人スペイン人 そのポルトガル人やスペイン人と始めた貿易を何と言いますかと言いますからこれは南蛮貿易ポルトガル人スペイン人のことを南蛮人と呼びその南蛮人との貿易を南蛮貿易さまざまなものが入ってきてさまざまなヨーロッパの言葉とかもね入ってきたそんな時代だったわけです。はい括弧の2番 きます鉄砲火事が多くいた一大自治都市鉄砲火事がたくさんいた町もある程度限られると言いながらいくつかありますね。堺国友根頃他に最下とかねちょっと今回お話ししてなかったところもありますがそんな中で「自治都市」「でかい」「大」と書いてありますから非常に大きくかつこれ ちょっとした意味で使ってるわけじゃなくて自治都市自由都市という、まあ、一つの定義でね一個前の室町時代あたりで勉強したその自治都市で鉄砲火事ときたらとととといいううここににななりりまますすねねちなみに堺有名な町ですがどこの国旧国名といったら泉の国、ね、和泉と書いて和泉の国これも忘れないでください。 はい続いて3番い続て番とううことですね参りましょう宣教師が学校を作ったこれについて問いに答えて頂きだいとキリスト教の進学校宗教教育施設を何と言いますかそしてキリスト教の宗教者ですね宣教師養成施設を何と言いますか、まあ、順番どりですけどね進学校の方がセミナリオそれから宣教師養成宗教者養成こっちがコレジオコレジオカレッジオねなんて話でした。 もちろん、これら作った人って言われても、バリニャーニなんていう風うにね、あのバリニャーニ以外も作ってますが、少なくともこのバリニャーニがセミナリーをこれ以を作ったというのも、ぜひしっかり確認しておいてください。はい、それでは四角の三番ですね、正誤問題見ていくことにしましょう。まいります。 日本におけるキリスト教の広がりに関して述べた次の文章のうちそれぞれ正しければ〇×ね一個選ぶじゃなくてそれぞれを〇か×か判定するというこれもまたちょっと大変な形式ですあります大友義吉らは少年施設をローマ教皇のもとに派遣したこれはそう〇か×かで言ったら〇なんてやつ天照権王施設だねどこの大名を大友義吉場所は文後大い県でした そして来日した宣教師たち、支教会、新学校などを作った、まあこれその通りですね。結論は丸ということになります。両方丸丸。で、その教会のことを何というか、ちょっと細かいけど、南蛮寺とかね、南蛮寺なんていうふうに言ったりします。よいしょ、南蛮の寺、まあそのまんまですけどね。そして、まあ新学校、これがセミナリオとか。 レジ上とか、まあ、こういった学校、まあ、新学校でいったらセミナリオを直接的には指すでしょうかこういったものを作った南蛮寺やセミナリオなどを作った両方とも丸○○ということになります。はいということでヨーロッパ人の来航というところをまずお話をしてきましたがポイントは何でしたっけ テストに向けてのポイントは外国国人人が出てきたら国籍何人かかとといいうことはしっかり押さえたいですねザビエルがスペイン人イスパニア人であってポルトガル人ではないよとかこの辺りちょっとごちゃになってしまいまいすからねちなみに今この辺りは今南蛮人ですけれどもあとでイギリスとフランスをごっちゃにしたりねドイツをごっちゃにしたりあるいは中国朝鮮台湾とかをごっちゃにしたりとかそういうふうなところも押さえて似てるのをしっかり区別するのが大事なポイントを忘れないようにしてください。